はいどうも、ショコでーす。よろしくお願いします。今回もデッドバイデイライトやります。そして今回持ってきたピックアップしたパークは、スモールゲームというパークでございます。ちなみにこのスモールゲームというパーク、自分のカメラの向いてる方向で45度かつ12メートル以内のにトーテムがあると音で知らせてくれるものとなっております。で、なんでねこんなパークを持ってきたかっていう話をしますと、最近、おー、早速あるね。最近ね、トーテムパークをつけるキラーが多すぎるということで、今回それに対抗するために、こういうのを持ってきてみました。で、おそらく、まあ、死恐怖症あるってことは遅延したいってことだから、絶対破滅あるんで、探します。反応したらね、ここで。どこだ？ん？こっち？ここら辺で反応してるね。こんにちは。足跡バレたかな。救助行った。これじゃない。で、ナースだとしたら破滅じゃなくても、あと何、貪られる希望って可能性もあるからね。それも怖いんで、それも探していきたいところ。あるぞ何か。ここに違う、通常トーテムが、通常トーテムだな全部。まさか呪いのトーテムがないパターン。そんな、あっと、ないパターンかこれ。もしかして。で、だとしたら、むさぼられる希望がありそうな気がするんだけど、どうだろう。これさ、もしね、仮にだよ。仮に、呪いのトーテムパークがない場合、私の今、このマップを走り回ってる行為、これすべて無意味になるので、あったあったあった、やっぱりあるよね。破滅かな、これ。いや、なんか、むさぼられる希望な予感がするんだけど、どうだろう。いや、帰ってきた。間に合え。間に合え。むさぼられる希望な気がする。おらー！気合の破壊じゃ。おっと、一ぶりじゃないよね。さっき二振りしてたからな。絶対一振りではない。あぶね。怖いね。ナース相手だとこのアイアンウィルとデッドハードが刺さる。持ってきてよかった。見られた。おお、怖えうおぉ、やっぱ見失うね、結構。アイビルがあると、やべえ、ここ開けてる、まずい。よし、ああ恐ろしい。まあ、ナース相手にチェイスするときはなるべく、うえー、マジでデッドアウト使っちゃったよ、びっくりして。ナースの視界に入らないように。おーっと、そう来るか。え、ちょっと待って。おー、あ、こんにちは。あ、見逃してくれたタイプ。あ、見逃してくれた。え、これひどくない今の。ひどいよね。いや、でもまさか見逃してくれるなんて。てか、だってさ、呪いのトーテムを破壊した張本人なんだぜ。ありがとう。でも次に見つかった時は多分殺されるな。よし。優しい。普通のキラーだったらもう、あんな無視でぶち殺してくるからな。スポーツマンシップに溢れるキラー。正々堂々と行こうじゃないか。でも勘が鋭いね、このキラ。間違いなく。今の小屋の裏にいるのだって絶対見えてなかったはずだし。声も聞こえてないはずだから。声。あ、見つかってる。ローリーが犠牲になっちまった。あー、やられた。
あーっと待って、これアジテーションついてるね。あ、うわ、こんにちは。あっばー、マジで当たっちゃった。まあそうなんだよね、アジテーションついてると今みたいになんか追いつけちゃうんだよな、生存者に。来てるな、やべ、ちょっと待って、発電機直してるね。がっつり来てるね。で、なんかこの辺で呪いのトーテムの反応あり。この辺にあったっけ？あ、これか。で、まあ、ノーワンもつけてるかもしれないしな。通常トーテムの位置も覚えておこう。最近意外と多いからね。やばい。ナースコールやばい。怖い。めっちゃ端っこで回復します。あそこの小屋の板にはまるバグってまだあるんだね。なんかちょっと前のアップデートで治ったと思ったよ。なんか板を乗り越えるのをなんか連続でやってたら引っかかるみたいな。ひでえバグですよね。なかなかひでえよな。これ治りかけだね。これ直そう。さ、おいっす。俺が引きつけよう。じゃあ今度は、あー来ないね。ってことは警戒してるかな。あそこの回りかけの発電機がどうも気になるみたいだね。だったら他の発電機回してこっちも気にならせてあげよう。こっちにもいるんだなという。で、ゲートが向こう側に2個だったかな。こっちになかったね。いやー、もしノーワンがあって、あそこのバスのとこのトーテムがついてって感じだったら結構やばいかもしれない。一発もらっちゃうぞ。やっぱり勘が鋭いな、このキラ。おー、ローリー、こんにちは。あぶねえ。デッドハードがないと死んでいたところ。おお、怖すぎる。危ない。先読みを結構してくるね。うっ、やばい、やばい、やばすぎ。あぶねえ。ああ、怖い。ナイス。よし。アイウィル、アイウィル。アイウィルの力。見つかってない？大丈夫？ああ、怖すぎる。ああ、ナースの負荷結構やっぱ楽しいな。よし。さあ。問題はノーアンがあるかどうか。だけど。あえて回復しないでいくか、このまんま。あ、ないね、ノーワン。オッケー、オッケー。出ようか、じゃあ。あっち開いてねえ、ゲート。大丈夫だよね。よし。出ましょう。すごい、スポーツマンシップに溢れるナースでした。はい。てな感じで、今回は、まあ、今回使用したパークでね、ちょっと、見ておきたい、見てもらいたいパークが、スモールゲームっていうね。ちょ、2本目なんだっけ。小さな獲物か。これなんですけど。まあ、これ使うと結構、あー、デーボアホープだね。危ない。危険だね。やっぱ気づけてよかった。破滅ないことないからね。絶対トーテムのパークは、キラーは絶対一つつけてるから。まあ今回破壊できてよかったかなと。まあこれがあったら大惨事になっていたところ、危ないですね。はい。てな感じで今回は、今回のデッドバイデイライトの動画はこれにて終わりたいと思います。それでは、次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。バイバーイ。